友達にそそのかされて、キラキラネームをつけようとする嫁の話。すいません。嫁の発案なんですが、美しい姫って書いて、ミフィリアってどう思います？かなり、かたくなに主張しており、折れるつもりはないそうです。由来ですが、姫、フィリアはラテン語で、王女がフィリア、リジスからだそうで、フィリアの実だと娘という意味だそうです。嫁としては、名付け時点には、ドイツ語読みやフランス語読みの名前もあるので、ラテン語読みでも問題ないという解釈です。ちなみに夫婦とも、生粋の日本人です。バカやねえの、が感想です。本気ならつける前に、信頼できる人に相談して、怒ってもらえば？つけた後だとフェードアウトされるぜ。相談時に逆切れしても縁切れるけど。すでに私、両親や嫁両親にも相談しており、もちろんどちらも反対で、うちの姉も反対なのですが、嫁は反対されて頭に血が上ってる状態で、なぜ、自分の子に自分で考えた名前が付けられないのかと、泣いて怒っています。嫁の友達だけは賛成してますが、その人も子供にカタカナネームを付けています。直接、我が家に訪れて、旦那なら嫁を全力で守れと私に説教して帰っていきました。ミフィリアママか。ミフィリアって呼んであげな。どこかに安らん、感じがあったが忘れた。ってつけようとした旦那が、その名前で呼ばれて折れたっていうのをまとめで見た。ご意見ありがとうございます。お腹の中の我が子をそんな名前で呼んでしまって、大丈夫でしょうか。一度、その名前で呼びかけを始めてしまうと、それが定着してしまって、後々、取り返しがつかなくなりそうで怖いです。嫁を遠くからその名で呼ぶんだよ。親なら子供を全力で守れとしか。子供自身が生き、辛い思いをするような名前だから、やめた方がいいと言い聞かせるしかないよ。そのすごい名前は、あだ名で好きなだけ呼ばせれば、本名が、ミカが始まる普通の名前なら、あだ名でギリギリ通じる。珍名を付けられると苦労するという話をしてるのですが、どこが変なのか、私のセンスにケチをつけるのか、同じ価値観を共有できないなら、離婚すると怒ってしまいます。あなたは絶対その名前で呼ばない。出生届は渡さない。出生届は嫁の手元に行くよう、嫁がすでに手配済みです。例の嫁の友達が、勝手に名前を付けられないよう先に母子手帳と出生届を確保するよう、嫁に入れ知恵してしまいました。その友達も両家反対の中、独断で出生届を出してしまって、全員に自分の名前を認めさせたそうです。実は、親たちもいっそ、私の姉が勝手に出生届を出したことにして、無難な名前を強引に付けてしまおうと話し合ってました。姉は嫁とはもともと相性が悪く、姉はもし、この件で絶縁になっても問題ないと言っています。両親たちも、もしもこれで損害賠償請求されたら、その費用は両家の両親で持ちましょうという話になっていました。最悪、この強行手段で何とかしようと思っていたのですが。いやもう、ミフィリアって戸籍でつけて、ミキちゃんって呼んでやりなよ。漢字だけは、まだ普通に読めるからさ。ミフィリアが将来、改名したいって言ったら味方になってやりな。漢字を正しく読まない名前は、親の頭の中身が疑われて就職と進学に不利。そのために今、キラキラネームはドキュンネームとも呼ばれ、避けられている。名付け時点は、売れるために突飛な名前を掲載してるだけ。責任なんて取らない。名付け時点は参考にせず、まともな頭なら緩和時点を開くべし。子供は親のペットじゃない。本当なら、ルーキンは認めさせたんじゃなくて、呆れられた。諦められただけだよ。父親が頑張って、説得するしかないのだから、頑張れ。どこが異常かくらいは、説明できるでしょ。すごいな。子供の名付けで、親戚、縁や、友人間に絶縁前提の争い勃発。ドキュンネームに、そこまでのポテンシャルパワーがあるとは。アスランに習って、嫁のことを知り合いもいそうな人混みで、ミフィリア、って両家総出で呼びまくってもらう。でも、もともとそんな名前つける友達と付き合ってる時点でダメかもね。まともな人なら、ドキュンネームつけるような人とは距離置くから。席には、ていうか出生届にも、読み、の項目はない。今ならマナーアンドウミキもいるし、ミキで提出させて、母親はミフィリア、あなたはミキと呼べばいいだけ。簡単に言えばマサシと書いて、スーパーサイヤ人と呼ぶことも可能。どうでもいいけど、
美しい姫って名付けるからには、母親は桐谷美玲や佐々木希、オードリー・ヘプバーン級の美人なんだよな。実際に姫を産んだ関係でグレース・ケリーに例えてもいいけど、アンゴ・ウミキはまだフィギュアで輝けたからマシなんだぜ。その嫁ルーギンって、本当に嫁の友達なの？嫁にキンキな名前仲間になってほしいか、キンキな名前をつけた嫁のこと、陰で笑ってそうだな。いろいろとご意見ありがとうございます。ミフィリアで相談したものです。とりあえず嫁を、ミフィリアと呼びかける案は、両家両親とも結託してやってみようと思います。嫁の友人ですが、本人は認めさせたと鼻息荒かったですが、やはり私も親族は全員諦めた、というのが正解だと思います。ちなみに、その後その友人は、新ママになりました。そんな態度だから、見限られたのではと。嫁は、職場では頼りがいがあって仕事もできる、キャリアウーマンと絶賛していましたが、とてもそうは見えません。名前の読みが、出生届にないことは知りませんでした。大変大きな情報です。ありがとうございます。両親の外見ですが、当たり前ですが、月並みです。高貴な血筋でもありません。本当は、姫の字も勘弁してほしいところです。分娩気味、母子手帳は病院に預けるから、そこがチャンスだと思うんだ。お産する病院が決まってるなら、事情を話して出生届は嫁に直接渡さないようお願いするとか。出生届のすずり届けって出せたっけ？出生届のすずり、そんなのあったら国家としてやばい。名前の欄を空白で届け出すのはできる。どっかに書いてあったよ。戸籍に振り仮名は載らないが、住民票には載るよ。住民票の振り仮名は訂正がすぐできる。戸籍の訂正は家裁の許可が必要。母子手帳や出生証明ですが、すでに嫁が絶対に自分に渡すよう、検診時に病院に行ってしまってます。なんとかならないか、病院に相談したのですが、母子手帳は文字通り、母親のもの、入院するのは嫁なので、病院としては、母親から念を押されたら、母親に渡すしかないそうです。一週間でも二週間でもいいから、その名前で生活してみろって感じ。てか、どっかまとめでも何でもいいからさ、ボツンネームつけられて、子供が改名したって記事見せまくるのはどうだろうか。まさかの、ラテン語ぶった切り読み。病院にて、佐藤美希さん、娘、ミフィリアです。学校にて、佐藤美希さん、娘、ミフィリアです。初対面の人、佐藤美希さん、娘、ミフィリアです。面接官、お名前をどうぞ、娘、佐藤美フィリアです。面接官、あ、この人不採用で、こんな人生を娘に送らせたいなら、どうぞどうぞ。就職、できずに引きこもり生活決定だな。そしておばあちゃんになっても、ミフィリアってどうよ。ラテン語わかる人に見せたら、フィリアって、娘って意味だけど、お母さん間違えてつけてない？って言われない？娘が恥かくのにね。母にペットにつけろよって名前だわ。てかこのスレの反応を見せるのが、一番手っ取り早いだろ。お受験でもキラキラネームは、成績良くても落とされる対象ですって、某有名大、付属長の人が言っていた。就職もそうだよね。キラキラネームをつける親に育てられた子供が、まともなはずがない。本人がまともでも、親は確実にモンペだから、周りに迷惑かける可能性が高いということで。子供のこと、ちゃんと考えてたら、そんな名前つけんわな。私の姉が、それとなく嫁に珍名をまとめたホームページを見せたらしいのですが、嫁はそれを、嫁いびりと受け取ったようで、激怒してしまいました。読み違いについては、そもそも嫁の友人が、今は読めない名前が、多数派だから、何の問題もない、と力説していました。嫁はすっかり信頼していて、考えを変えてくれる期待は薄そうです。人前ミフィリア呼びか、スレ反応を見せるしかなさそうなんだけど、解明もできるけど、実績積まないといけないし、何より本人がそれまでかわいそうな人生を送りそう。その友人、離婚されてんやん。嫁さん、まだ仕事してるのかね？仕事してるんなら、仕事場でミフィリアママって連呼してあげるといいよ。最悪、戸籍に読みは登録されないから、読みだけミキに変えるのはできるし。ミフィリアいいと思うよ。一度聞いたら、その50年は忘れられない名前だと思う。どっちにしても、普通の感覚持った子なら改名するだろうな。その場合、ミフィリアって名前付けた両親を一生憎んで生きていくことになると思うわ。まともなやつか、まともな親なら、そんな名前付ける親と親戚になるのを避けるだろうし。
保育園や就職だけじゃなくて、結婚も難しくないか？いろいろとご意見ありがとうございます。嫁は現在、仕事をしていません。嫁が言うには、前の仕事で公私ともにお世話になったのが、その友人です。仕事もできて、頼りがいあるキャリアウーマンとのことですが、私の目には決めつけが多くて、攻撃的な印象に見えます。親しくもない私に、かなりきつい言い方で説教をし、私が言い返すのを遠慮している様子を見て、嫁は、やっぱり頼りになる人、と信頼を深めているようです。どう思う？とかいう最初の聞き方もだけど、意見もらっても、嫁は気持ちを変えてくれそうにない。ってでもでもだって、あげく嫁の友人も愚痴になってない？魔法の呪文なんてないから、自分で解決する気がなければ、粘っても意味がないよ。出生届には名前の読みを書かなきゃいけない。多分、法律では戸籍にも住民票にも、名前の読みを書くとは決まってないのだけど、便宜上振り仮名の欄を設けた出生届がほとんどで、振り仮名欄が空欄の出生届を受付したら、書いてくださいと言われそう。このまま空欄で出したいんです。と言っても受付してもらえるからわからないな。そのあたり役所によっても取り扱いが違うと思うから、電話でもいいから出生届を出す役所に確認した方がいいよ。名前の空欄はダメだよ。全算処理するから必要項目は全部書かないと受理されない。名前空欄で出すこともできるけど、それはあくまで仮の場合だけ。後日、全項目埋めることを要求されるし、保留できる期間はそんなに長くない。配偶者が嫌がってる名前をご利用するような人は、これからも意見の食い違いがあるたびに自分の意見も通そうとするよ。相手の意見に耳を傾けて、話し合いができない、譲歩しないなら離婚だ、と強く出た方がいいのでは。うんのこれもあるんだから、本気で怒っていいと思う。やんわり言ってたら通じない。それで奥さんが離婚とか言い出したら、利用心にも話し通して、頭冷やすためにも実家に一度帰らせれば、それで実家でも説得してもらう。その友達とも離れた方がいいし。疑問なんだけど、嫁友の言う、子供を守る、って、何から？自分で揉め事を起こして守ってるって、誰から守ってるつもりなの？ミフィリアママ、呼びなんて、生ぬるいから嫁をその名前で呼んでみるべき。家族親戚全員で、嫁のことを人前で、ミフィリア、って呼べ。少しでも嫌がったら、恥ずかしがったら、自分が嫌なこと恥ずかしいことを子供に強いるのかって言うべき。子供、祖父母にとっては、孫のために全員でやるべき。まあ、保留できるにしても、美しい姫、は、ないわな。どっちも月並みな顔や名前負け確定だし、できれば避けたいところだわな。友人も子供は、笑われたりしてないんだろうか。近くに実例があるんだから、現実見たら目が覚めたりしないかな。その後、イッチが戻ってくることはなかった。皆さんは自分のパートナーが、キラキラネームをつけようとしたら、どうしますか？コメント欄で教えてください。また次の動画でお会いしましょう。